だ。バハラタに胡椒を届けているのは確かに私です。どんなご用ですかな。なるほど、グプタ殿のお知り合いでしたか。少々お待ちを。ささ、こちらになります。どうぞお持ちください。
you
Thank you.
せい。ポカパマツ殿、ずっと待っておったぞ。みんなお主のことを心配して。およ、どうしたんですか？ポカパマツ殿が帰ってきたと思ったのだが、わしの人違いだったようじゃ。確かに少しポカパマツさんに似ていますね。申し訳ありません。父は少し目が悪いのです。失礼したの、旅の方。どうかこの村でゆっくりしていってくだされ。Thank you.
のお方、来てくれたのじゃな。先ほどはすまなかったの。ほう、ポカパマズ殿について教えてほしいと。もちろん構いませんぞ。ポカパマズ殿はこの村を救った恩人でのう。まだ孫のポポタが幼い頃のことじゃ。ねえねえおじいちゃん、表に変な兜をかぶったおじさんが倒れてるよ。そりゃいかん、父さんを呼んでおいで。うん。おお、気がつかれたかの。俺は動いてはいかん。まずは体を休めるのじゃ。そうですよ、お怪我が治るまでこの村でゆっくりなさってください。ありがとう。しかし、ポカパマズ殿の怪我が治りきらぬうちに村に魔物が現れてな。ポカパマズ殿は怪我を押して魔物と戦い、村を守ってくれたのじゃ。我々がポカパマズ殿を恩人と呼んでいるのはそういうわけがあるのじゃよ。どちら様？僕はポポタ、君は旅人かな。え、アリアハンから来たって。なあ君、故郷でポカパマズさんって名前を聞いたことはないかい？昔この村にいた男の人なんだけど、アリアハンから来たみたいなんだ。僕はその人に助けてもらったことがあってね。避難を急ぐんだ。うわあ、怖いよ。みんな下がってくれ。いけません、まだ傷が。一人で戦うつもりですか？これ以上迷惑をかけることはできぬ。怪我は大丈夫ですか、ポカパマズさん？やるじゃねえか、あんた。すごい、ポカパマズさん。すまない。その後、しばらくしてポカパマズさんは村を出て行って、それきり戻ってこないんだ。残された兜を直してずっと待っているんだけどね。もしどこかでポカパマズさんに会うことがあったら伝えてもらえるかな。村のみんなが
会いたがってるって。すみません、先ほどのポポタとのお話、私にも聞こえてしまいました。あなたがアリア藩から来られた方だったとは。実はこの兜の持ち主ポカパマズさんもアリア藩から来られたと聞いております。そこでお願いがあるのですが、この兜をポカパマズさんに返していただけないでしょうか。本当ですか？ありがとうございます。ポカパマズさんはアリア藩に奥さんと子供を残してきたとおっしゃってました。お子さんはちょうどあなたと同じくらいの年頃だとか。ポカパマズさんを見つける手がかりになると思うので覚えていてください。
そなたは確か胡椒を求めて東の地へと旅に出たものじゃったな。してどうじゃったのじゃ。いや、なんと持ち帰ったじゃと。はあ、これはまさしく黒胡椒。よくやったぞ。さぞ危険な旅であったろう。よくぞ成し遂げた。その勇気こそまことの勇者のものじゃ。約束通りそなたに船を与えよう。じゃがひとまずそれは明日にするとしようぞ。今宵はこの城に泊まっていくがよい。皆の者、この通り胡椒が届いた。宴じゃ、宴の用意じゃ。聞こえますか、私の声が。あなたはここからより広大な世界へ足を踏み出すことになります。海を越えていくその旅はさらに危険なものになっていくでしょう。どうかくれぐれも気をつけてください。これからあなたが行うべきことは、各地に散らばるオーブを探し出すことです。世界をくまなく巡ること、多くの人々と接し手助けすること、悪しき者たちを退けること、それらすべてがあなたをオーブのもとへと導くでしょう。旅の無事を祈っています。良い朝じゃのう。船出には絶好の天気じゃ。早く船に乗りたくてうずうずしているのではないか。案ずるな、すでに準備はできておる。だが気をつけるのじゃぞ。海の向こうの国ジパングやサマンゴサでは奇つな噂が流れておる。心して行くがよい。船のことは城の前の港にいる兵士に聞けばわかるじゃろう。
こちらがあなた様の船です。でもお気をつけください。海には恐ろしい魔物がいます。闇雲に進むより、まずは南にある灯台に向かうのがよろしいでしょう。あそこは多くの旅人が集う場所。何か役に立つ話が聞けるかもしれませんよ。